松尾記者は江戸時代に貿易のために長崎に来た中国人を滞在させた東人屋敷を取材しましたまあここ堀の跡なんですよね<ー>昔のあこれそそうそう,そう堀の跡なんですよなのでこの堀からこっち側が東人屋敷でこっち側はその外竹垣が配置されたりして。なるほど あって、もう、上から越えられるように、ね、してたというね。唐人屋敷は塀や堀で囲まれ、日本人が侵入することができない構造になっていました。この当人屋敷に入るのには、二つ関門があって。ここは大門とて言われる。場所があったと思うんですよね。二つの門には、板書が設けられ、出入りを厳しく制限していました。 もともと中国の取引が始まった時中国人ってあの、市内のいろんなとこに別れて住んでたんででたすよね中国人を一堂に集め、当人屋敷に住まわせて監視したのは、密貿易を防ぐのが大きな目的でした当人の品物を正規のルートじゃなくて、ね、買おうとする、ね、日本人がたくさんいて。 江戸時代に長崎で起きた様々な犯罪を現在知ることができるのはハンカの存在ですハンカはですね、長崎武行総での裁判の判決記録集ということになるんですけれども長崎歴史文化博物館には江戸時代の1660年代から幕末までのおよそ200年間にわたる145冊のハンカが収蔵されています 貿易都市の長崎ならではの事件というのは数多くあるかなという印象はありますね。どういう犯罪が多かったあの抜けにって、まあ、今で言うと密貿易っていう言い方の方がしっくりくるんでしょうけれども、当時の言葉としては、そういう抜けに関係のものっていうのが、割と多いかなという気が、します、ね、当時屋敷に滞在した中国人と、長崎に住む日本人との間でも、多くの密貿易が行われました。 まあこれ一つの,あの判例、判決文では、まあ、こっち側から、この下に穴を掘って、当人屋敷まで穴をを掘って取引をした。当人屋敷のすぐ近くに住んでいた男は、仲間と共謀して、自宅から当人屋敷に抜ける穴を掘り、当人と取引をすることに成功しました。 こんな,なんかあの労力まで費やしてっていう形での抜けにっていうのもなかなかほかに例を見ないなっていう気もしているんですけれどもなかなかあのドラマよりも面白い動きがあったのかなっていうふうに思いますよね大胆な犯罪には外国の船を見張る当時の役人が関わっていましたでこっちが住人町、ね、なんですよ。 だから十人町とかに東見板の役宅とかがあったので橋を渡ると十人町ですどこからどこの東人屋敷の中の、まあ、どこにっていうところまでは具体的なあのところ記載はないのでちょっと想像の範囲でしかないんですけれども、うん、本当に近くですよね。<ー>はい かな,なんかね、割とこといい場所を見つけて掘り進めたのかなというふうに、ハンカチョでは忍びやなとかいうあの名称で出てきたりもしてますしハンカチョでは、首謀者の役人は見せしめのために町を引き回され、首をはねられてさらされる、引き回しの上極門になっています当時としてはですね、まあ、国にとってもあの重大な違反だっていう位置づけだったんでしょうね。はい 危険をはらんでまでやるっていうことは、そんだけ莫大に儲かっていたということですかね。儲かってたっていうことですよ。長崎のこう町の中でのこう町人同士の喧嘩であるとか、いろんな年中行事に関わる出来事であるとか、そういったものも含まれていますので、いろんな長崎の姿っていうのを見てもらえるのかなというふうに思ってます。長崎歴史文化博物館では、およそ2ヶ月に1回展示替えをして繁華帳を公開しています。